アルタマイゴツイコーチルミヤと、毎週日曜日こうやって、スピーチこの政権に対してモロモスっていうね、こういう活動をしてますので、別に政党出すかというか、一回運営した政党ではありませんので、個人でこういう活動をしていきたいと思います。ではでは、ちょっと結構いきたいと思います。Oh my God.
もうすぐに。Thank you.
まずは自己紹介しましょう。どうぞスピーチを。こんばんは、言えますね。現場飛び飛び女のね、スピーカー総合やっている野本です。昨年から TTB 協定のことやばいよねと、この草の根のね、まあ、本当に貴重で訴えさせていただいてますが、今はね、仕事終わってちょうど駆けつけたんですが、一言だけやっぱり話したいなと思って、実は昨日なんですが、地下鉄の春日という駅ですけれども、文京区民センターで、福島県から原発事故で東京に、現在自主避難、いわゆる自主避難、指定された、避難区域の避難区域外から避難をしたお母さんたちの、声を伺いました。カナダに、行ってアピールもしてきた、武蔵野の、松本めぐみさん、お子さんたちとね来てね、お母さん強いなと思いましたが、武蔵野のきびたきの会という、避難をされているお母さんたちの集まりを、山本ひとみさんとなどと一緒にやってるんですが、この松本さん、カナダでも訴えてきた自主避難を現在されている方ですね。皆さん、自主避難しているお母さんたちから話を聞いて、涙ぐみながら、私たちには原発のはっきり言って事故の責任はないと思う、被害者だと思う、しかし避難しているお母さんたちが被害、私たちは被害者だということを言えないというところで涙ぐみました。で、今思い出しましたが、そこの紀伊国屋書店にあると思いますが、岩波新書母子避難、岩波新書の母子避難という本があります。これを書いた吉田千也さんという女性、川越での方ですけれども、やはり自主避難しているお母さんたちの会をやられて、ちょうど理事会でお隣でいろいろ話をしたんですが、やはりこの母子避難、岩波新書、ぜひ読んでいただきたいと思います。書かれた吉田千也さん、同じように最初に避難者の会をやった時に、あるお母さんから、福島県から、避難をしているお母さんから、私は避難者ではないんだけれどという電話をいた、おかけをいただいた。それはどういう意味かというと、原発の事故から避難してるんだけれども、という避難に指定された地域から避難してないから、避難している人が、私は避難者でないんだけれどもということを言う、どういうことなのかということですね。まあ、これは実は皆さんご存知でしょうが、今年の3月31日、もうあと2ヶ月ですよ。2ヶ月後に、この区域指定されているところ以外から避難をした人は、住宅、避難してるところ、ローンとか払いながら避難してるんですよ。それが住宅、都営住宅とか仮受け住宅、雇用促進住宅、こういうところで、今暮らしている人から家賃を取ろう、それだけじゃなくて出ていけって言うんですね。これは私たち会長も専門出しました。昨日は宇都宮健二さんね、元日弁連の会長、各地の弁護士会も専門出してますが、これはもう政治のマターじゃないですよ、ヒューマニティのマター。子どもたちのいじめの問題もたくさん出ています。4月以降もこれは継続させましょう。小池知事も都営住宅できるだけ長くね、皆さんが、暮らせる制度が必要だと、福島県知事の内堀さんと会った時にね、話したわけです。内堀さんも他の時に各地で自主避難の支援をしているものはありがたいと言ってるわけですから、福島に原発を作った、それは我々ここで使う電力のためですから、避難しているお母さんたち母子避難ですよ、春以降も暮らしられるように、それを継続させるようにみんなで声を上げましょう。ありがとうございました。では締めで。
サザエさんでした。安倍さん、オバマが嫌ってる、メルケル嫌ってる、プーチンも嫌ってる、世界の破滅なり、戦争法案強行採決したら、みんなが嫌ってる、世界も嫌ってる、今すぐやめなさい、しかしで日本に戻すと意気込んで憲法壊した、安倍さん、みんなが嫌ってる、世界も嫌ってる、今すぐやめなさい、福祉に使うと消費税上げたのに、福祉を削って嘘つく自民党、国民なめている企業に嫉妬振る、選挙で全滅だ、日本の国益無視してアメリカの国益集団的自衛権、日本を破壊する裏切り者の集団、それが自民党、日本の平和を求めてる、言葉に含めて、みんなが嫌ってる、帝都も嫌ってる、お口気味、安倍晋太郎さんという方がたくさんいました。この方、自分の息子晋三さん、この子だけは政治家にしたらダメって言ったんですね。このくらい、あの安倍晋太郎さんから見て、安倍晋三さんというのは政治家としての資質がない、つまり人に対する優しさがない人はダメなんだよってことです。本当に言ってたよ、こんな。それが今、首相までやっちゃってるんです。これはホラー映画じゃないんです。でも恐怖ですよね。まあ、あの新宿の頭やご所属の皆様、もしくはこの界隈で商売、ビジネスをなさられている方々、午後2時からこの活動を続けていまして、この午後8時ぐらいまでやっていってますが、ちょっとまあ騒がしいこともあると思います。でもこういうあの誰かが本当のことを伝えないと、一般の国民の方が目くらの状態にされてしまう。新聞 TV が本当のことを伝えないので、どうしてもこういう活動が必要になってくるんです。まあ、例えば原発のこと、本当は原発は高いんですよ。でも原発安いって、原発の電気は安いって言って始めて、で事故が起こって
今何言いやしたかって言ったら、過去にもっと電気代取るべきだったんだけど取ってなかったから上乗せするねってわけわかんないこと言ってるんですよ。ちょっとありえないでしょ。10年前に入ったラーメン屋で350円のラーメン一杯食って、10年後に350円で安くすぎたから500円するから150円差額払ってんなこと言う。それを電気代でやる、それが今の日本の政治です。おかしいっていうか、もうついていけないですよね、この非常識さ。そういう非常識さがまかり通っているのも、新聞やテレビが政権、政府を批判しないから。そんなわけでここで本当のことを伝える活動がどうしても必要になっちゃうんです。こんな寒い中になんでこんなことしなきゃいけないんだろうと思います。なんでこんなあの狭あ寒い中でサザエさんを歌わなきゃいけないんだか、本当なんか嫌になってくるんですけども、まあ、楽しいんですけどまあとにかくあの来週もこの活動というか、国が良くなるまでここで真実を伝える活動というのをしなきゃいけないので、来週もやります。で今週、まあ、今日はこの活動ここでおしまいなんですが、あの多少お騒がせすることもありましたが、これでお開きにしたいと思います。ではご清聴ありがとうございました。